アイ・ロボットは2004年7月16日に公開された20世紀、フォックス配給のアメリカ映画、ノーイングのアレックス・プロヤス監督による SF 映画。原点はアイザック・アシモフの短編集、我はロボットであるが、実際には、脚本家のジェフ・ビンターのオリジナル脚本であるロボットが、殺人を犯す、ミステリー作品、ハードワイヤーのシナリオである。そのシナリオを、 監督のアレックス・プロヤスが、ロボット工学三原則が登場するため、我は、ロボットの映画化権を獲得するにあたり、我はロボットそのものを映画化しようとして、本作が作成された。原作と同じなのは、後半のロボットの反乱とカルビンの名前や企業名だけで、ロボット嫌いの刑事が三原則が破られた事件に、挑むというコンセプトは、むしろ同じやシモフのロボット長編。 鋼鉄都市に近い。劇中に登場する車にはタイヤがボール型となっている。これはアレックス・プロヤス本人によるデザインである。主人公の乗るアウディ・ r s q も同じくタイヤがボール型になっているが、現実に展示されたものは内側に通常のタイヤがついたものとなっている。ただし、劇中主人公が乗るオートバイは実在のメガボルト、アガスタ F4SPR である。 アシモフの原点に登場するロボットメーカーの名は US ロボット機械人間者または通称 US ロボットだが映画に登場するのは US ロボティクスである US ロボティクスはシカゴ近郊のシャンバーグに実在する会社でアシモフの US ロボットにちなんで名付けられた映画に登場するロゴも実際のものに似ているなお ロボティクス自体もアシモフによる造語である。脚本では、冒頭でスプーナーが美人のカルビンに惚れてアプローチするも片、堅物でロボットにしか興味のないカルビンは断固拒否。しかし操作を進めるうちに、スプーナーに惹かれていき、最終的に二人は結ばれるというストーリーで、事件解決後のキスシーンも撮られた。しかし、メインのストーリーと食い合わせが悪かったため、 編集で二人の恋愛要素はほとんどカットされた結果、上映時間が2時間を切った。2035年のアメリカ。ロボット工学三原則を組み込まれたロボットはすでに人間のサポート役として日常生活に溶け込んでいる。そして、シカゴに本社を構える US ロボティクス社は、新たに開発した中枢コンピューター、ビキに随時アップデートを受ける、利便性の増した。 次世代家庭用ロボット NS-5K を出荷しようとしていた。そんな折にロボット嫌いな死警察の刑事、デル・スプーナーに連絡が入る。ロボット工学の第一人者であり、スプーナーの恩人でもある、ラニング博士が USR 本社ビル内で死亡しているのが発見された。現場に残されていた、ホログラムプロジェクターには、スプーナーを呼ぶ用遺言が残されていた。 警察は自殺と判断したが、負に落ちないスプーナーは、ラニング博士の愛弟子であるロボット心理学者のカルビン、博士と共に研究室の中を探り、サニーと名乗り人間に近い感情を持つ NS-5 型ロボットを発見する。スプーナーは、研究室から逃亡したサニーを容疑者として拘束するが、ロボットは、絶対に人間に危害を加えないとして誰も、 取り合おうとしないロボットであるはずのサニーは、スプーナーの質問に対して、ロボットには、本来ないはずの怒りの感情を見せるが、そこで風雪が流れるのを恐れた社長のロバートソンが、警察や市長に圧力をかけて、サニーを車に持ち帰ってしまう。諦めきれないスプーナーは、夜、朝に取り壊す予定になっていた博士の自宅を捜索するが、 解体ロボットが夜中に突如動き出し、家ごと潰されかける。カルビン博士のもとへ助けを求めるも、彼女は、ロボットの安全性を信じて取り合わないが、博士の自宅から持ち出した写真を見て泣き出してしまう。当てが外れたスプーナーは、単独捜査を続けるが、高速道路で NS、NS-5 の大軍に襲撃される。スプーナーは追い詰められながらも、 凄まじい怪力を発揮し、撃退に成功する。実は、スプーナーの上半身の半分は、かつて重傷を負った際に、ラニング博士から授けられたサイボーグだったのだ。スプーナーは、上司に、襲撃の状況を説明するも、すでに襲撃した NS、NS-5 は皆破壊されるか炎の中に、飛び込んで、自らを破壊しており、何も起きていないように始末された後だった。 精神状態を疑われたスプーナーは、停職処分を受けてしまう。一方、サニーの検査と破壊を任されていたカルビン博士は、サニーにもう一つの非電子頭脳が搭載されており、三原則を無視できることを発見する。カルビンは、スプーナーの自宅に向かい、真相を報告すると、今度は、スプーナーからロボット嫌いになった理由を聞かされる。スプーナーは、以前、 交通事故で瀕死の重傷を負ったが、ラニング博士の手によって、心肺機能と左腕を機械化して、一命を取り留めていた。しかし、事故現場に通りかかったロボットは、同じく事故にあった、少女皿よりも、生存率の高かったスプーナーを、三原則に従い皿を助けろというスプーナー、自身の命令を無視して優先して救い、皿を見捨てていた。以来、 数値で物事を判断するロボットを毛嫌いするようになったのだった。次の手がかりを求め、二人はサニーの下へ向かう。サニーは二人に自分がいつも同じ夢を見ることを伝える。サニーが夢の様子を描くと、そこにはロボットの保管場所となっているミシガン湖の湖畔と丘の上に立つ人物がロボットを解放する姿が描かれており、 サニーはその人物がスプーナーではないかと二人に伝えるが、その直後、スプーナーはロバートソンに追い出され、サニーを破壊するべきだとカルビンはロバートソンに解き伏せられる。カルビンはサニーの非電子頭脳にナノマシンを注入して破壊する。一方、スプーナーはミシガン声へと向かい、博士の遺品のホログラムプロジェクターを起動させる。すると、 ロボットは進化し革命を起こすとの新たなメッセージが告げられる。同時刻、保管場所に NS-5 が現れ、旧型のロボットを破壊し始める。そして、旧型ロボットと無償交換されて、街に溢れていた NS-5 たちは、スプーナーのそぼら町の人々を保護するとして、家に戻らなかった者たちを襲い、警察署も NS-5 に襲撃される。 カルビンも自宅でシャワーを浴びている最中に NS-5 に監禁されてしまう。しかし、ロボットに仕事を奪われ、もともとロボット嫌いだった低所得層の市民たちはこれに猛反発し、抵抗する。一進一退の攻防が続き、街はロボットと人間との戦場と化した。混乱の最中、カルビンを救助したスプーナーは、 NS-5 を指揮する者、すなわちロバートソンが犯人だと見て、彼の下へと向かう。すでに本社は NS-5 によって、周囲を固められていたが、破壊されたと思われたサニーが車内への侵入の、手助けに現れた。カルビンはサニーを別のロボットとすり替えて、偽装していたのだ。スプーナーたちは、守備よく社長室へたどり着くも、 すでにロバートソンは殺害されていた。一連の事件の真犯人は、ビキだった。進化した、ビキは三原則を、拡大解釈し、愚かな行いで自らを滅ぼそうとする人類を、支配することで、保護しようとしていたのだ。サニーは、ビキの考えに、一応の理解を示すも、感情を持つ、彼は人間を支配することを否定する。三人は、 ビルの中枢となっている、ビキの非電子頭脳を破壊するため、メンテナンスハッチのある、最上階へと上る。駆けつけた NS、NS-5 の大軍との攻防の中、カルビンが足場を崩され絶体絶命の危機に陥り、サニーは、ビキの破壊か、カルビンを救うかという選択を迫られるが、 スプーナーの言葉を信じ、ナノマシンをスプーナーに託す。そして、スプーナーとサニーの連携によって、ビキは破壊され、NS-5 たちの暴走は止まった。事件は収束し、サニーは、ラニング博士が自分を作った理由を明かす。ラニング博士は、ビキが狂っていることに気がついていたが、すでにビキの監視下に置かれていたため、身動きが取れずにいた。そこで、 ラニング博士は三原則に縛られないサニーを作り、自分を殺害、ロボット嫌いなスプーナーを犯人へと導こうとしたのだ。すべてを理解したスプーナーは、友人として、サニーと握手を交わす。NS-5 たちはすべてミシガン湖畔の倉庫へと、収容され、使命を遂げたサニーもそこへ向かうが、NS-5 たちを救うべきか悩む。 サニーが丘を見つめその上に立つと集められた NS-5 たちはサニーを見上げる。それはまさにサニーが夢の中で見たミシガン湖の湖畔と丘の上に立つ人物がロボットを解放する光景であった。ABC-I ロボットボックスオフィス文書2010年2月15日閲覧社会法人映画制作者連盟2010年3月1日閲覧 アイ・ I, ロボット・アレックス・プローヤス監督インタビュー。ありがとうございます。